ババコンディションは寮の紋別競馬場。枠入り終わって。スタートしました。揃いました。いや、1番のクリスタライズ後方です。ちょっと下げたのが7番のタントゥームです。先行争い5番のオスカーブレイン好スタートを切りました。1馬身半のリード。11番コスモタラゴン単独2番手。3番手の内に4番のリコーシャーマン。外6番の北山彦星。内から盛り返して1番のクリスタライズ。直後に12番のマイベネラブル先行集団ここまで。あとは1馬身差3番の開口が行っています。この外に10番のレリッシュ。さらには1馬身半遅れて9番のダバイエスペランサ。後ろの3頭ですが、8番のジャティルビー後ろから3頭目前は第3コーナーのカーブ内々から2番のジャズダンス1頭かわしていったのが7番のタントゥーム先頭からおしまいまでは15馬身ぐらい少し縦長です引っ張っている5番のオスカーブレインリードは1馬身半から2馬身です3馬身突き放して第4コーナーのカーブ11番コスモタラゴン単独2番手で4脚を通過3番手の集団から押し上げていこうというところ第4コーナーカーブしかしちょっと逃げていたオスカーブレインが外によれてしまいましたさあこの間髪をついて内をついて伸びてくるかしかしオスカーブレインまた伸びたオスカーブレインが先頭リードは2馬身から3馬身200を通過11番コスモタラゴン追ってくるのは3番の開口さらに大外から追い込んでくる8番のジャティルビーですが先頭は突き放しているオスカーブレイン3馬身から4馬身のリードオスカーブレイン阿部隆騎だ合輪2番手はどうか8番のジャティルビーと内3番開口の争い勝ったのは5番オスカーブレインスピードを見せつけて4コーナーカーブの後は少し外らしの